こんにちは、しんぼうです。僧侶がグッときた言葉第31回、本日ご紹介するのはガキレンジャーでワンフィーチャリングシュガーソウル&ジェシー。孤独な夜が明けたら思い出して僕がいるの。はい、まずはガキレンジャー。1994年から活動しているまあ老舗ヒップホップグループですよね。非常にユニークなリリックを書きつつとても固い韻を踏むというところで定評があって、それからですね、メンバーにタコ神様というダンサーの方がいたり、 DJ の和尚さんなんかも、まあ、独特の入れ立ちをしているっていうところで、本当にエンターテインメント集団としてもうずっと長いこと人気を誇っているグループなんですね。2019年に出たティンカーベルネバーランドの妖精たちっていうアルバムなんかは、まあ、本当に出ている客演もすごく豪華なんですけれども、歌の内容とかテーマもバラエティに富んでいて、かなりユーモアの効いている曲もあったりする一方で、めちゃくちゃテクニックを見せつけている曲なんかもあって、もうすごく満足度の高いアルバムだったなというふうに思います。で、今回ご紹介する1という曲の方なんですけれども、こちらはそのさらに一つ前になるのかな、のアルバムのキンキーキッズというアルバムに入っています。で、この曲のフィーチャリングで入っているのがまずシュガーソウルさん。もともとはアイコさんと DJ 長谷部さんのユニットのことを指していたんですが、どうやら今ではソロでもシュガーソウルというふうに名乗っているですかね。今すぐ欲しいとかですね、ガーデンとか非常に有名な曲を出している、まあ、日本の R&B シンガーとしては本当に指折りの、まあ、レジェンドディーバといったところですよね。私はこのシュガーソウルさんが結構好きで、あ、ガキレンジャーっていう人たちと曲出してるんだと思ってむしろ入ったっていう、そんな入り口だったので、実はお目当てはシュガーソウルさんだったという、そんな感じですね。ただ今回ご紹介したい言葉というのは、実はもう一人のフィーチャリング、ジェシーさんの言葉なんですね。ジェシーさんはライズとかザ・ボーンズっていうバンドで活躍をしている方で、これまたもう古くからのファンが非常に多いバンドですよね。お父さんがギタリストのチャーさんという、まあ、世界的なギタリストであったことに反発をしてというからしいんですけどね、あのウィキの情報ですけども、自分はじゃあラップをやると言ってラップの方に行って、でラッパーとしての活動を経てライズという、バンドの方を組んだので、ドラゴンアッシュとかと同じようにヒップホップの要素も多分に取り入れていて、正直そこまでちゃんと曲聞いたことなかったんです。ただこの曲を聞いたり、あとはインシストさんがやっていたスタジオインシストという YouTube の企画でフリースタイルセッションをする企画があったんですけど、そこにジェシーさんが出てきたらめちゃくちゃラップがかっこよくて、で考えたらやっぱり歌を歌ってる人のラップってメロディーの付け方だったり、あとは歌詞の表現もラッパーとまた出てくるワードが微妙に違ったりするところとか非常にかっこよくてですね、今回ご紹介する言葉はジェシーさんのバースからの言葉になります。それでは今回グッときた言葉はこちらの部分です。あと何年経てば消えるの、消えないから大切に見えるよ、忘れたいけどできないなら覚えておくこと進めるよ brother。 はい、あと何年経てば消えるの、消えないから大切に見えるよ、忘れたいけどできないなら覚えておくことを進めるよブラザー。私たちは普通に社会で生活をしているとどうしてもいろいろな失敗だったり辛い思いに出くわして、それにこう思い悩まされて引きずっているとですね、人からもう忘れなとか早く忘れられるといいねとかっていう風に記憶の中から薄れていくことが本当はいいことなんだと、辛いことは忘れた方がいい、失恋をした時もパッとストレス発散して忘れちゃおうよっていうやり方ってよくあるんですけど、実はこれって根本的な解決には全然つながっていなくて、向き合うことをやめてしまっただけでずっとその記憶に対して心は引っ張られたままでい続けるというのは非常に長い目で見た時に負担をかけているんですね。それがそんなに重くないものであれば黒歴史みたいな言葉で片付いて掘り返さないでぐらいで済むんですけれども、この傷の深さが実は知らない間に深すぎたりすると、忘れなきゃ忘れなきゃっていう思いに駆られていくうちに、どん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 忘れられない自分はダメなんじゃないかと、なんで私は忘れられないんだってやってるうちに、その思いに対する恨みつらみというのが重なっていってしまって、本当に人生の行く先を左右してしまうような、そういう出来事になっていくんですね。そこに対してジェシーさんは、忘れたくてもできないんだったら覚えておいた方がいいんじゃない、それはなぜかというと、そのうち大切に思えるようになるかもしれないからと、
ただこれは大切にできるようになるかもしれないというのは、単純にあいい思い出だったなという話ではないんですね。仏教の方では仏様という存在を説くわけなんですけれども、実はこの仏様の定義ってめちゃくちゃたくさんあって、お釈迦様のように実在をした存在、人としての存在の仏様っていうものもあれば、姿形は見えないんだけれども存在している仏様っていうのもあったりするわけですよ。自分を後ろに後ろに引っ張ってくるような存在のことを、もしかしたら世間では悪霊とか怨霊っていうふうに言ったかもしれないですよね。自分が幸せにしてあげられなかった人とか存在がもしかしたら恨んでるんじゃないかなと思うから、いろんなお寺が建てられたり、除霊っていうものが行われたりですね、歴史上は不遇の死を遂げた、まあ、菅原道真みたいな存在とかですね、恨んでるかもしれないから、自分たちにたたりがないように神様としてお祭りしようっていう発想になっていたりする。そういうある種のこう、なんとか恨まないでねっていう気持ちの中で成仏っていう言葉が語られてきたりしたんですけれども、私たち曹洞宗の立場でいう仏っていうのはまたちょっと違うんですね。世間でいう成仏っていうと除霊に近いニュアンスがあるんですけど、曹洞宗の仏というのはどういう存在かというと、殊勝義という経の第3章にですね、仏は大師なるがゆえに消すという言葉があります。これは仏様というのは自分を導いてくれる偉大な師であるから、そこに尊敬をし信仰をしていくんだっていう意味なんですけれども、逆に言えば自分を正しい方向に導いてくれる偉大な師という存在こそが仏様だということになるわけです。これは別に人に限らず、例えばそれこそあの時と同じような経験や思いをしないためにはどうしたらいいか、あとは自分と同じような経験を他の人にさせないためにはどうしたらいいかということで、それをきっかけに正しい方向、良い方向に歩むきっかけとすることができたりとか、導かれるということができた時には、実は辛い経験や悲しい経験だったり、さまざまな本当は忘れたい過去、自分にとっていいものではなかった経験も自分を導いてくれる仏様になっていったんだということになるんですね。これは前回のゾーンさんの家庭の事情ともかなり被ってくるところなんですけれども、生まれた環境っていうものを恨んで恨んでずっと生きてきたけれども、ラッパーとして歩んでいった時にその家庭に感謝ができたっていうのと一緒で、忘れたくても忘れられないことっていうのがあると。じゃあそれを忘れられないことに思い悩み苦しむだったら、覚えておいたらいつかそれがポッと自分を正しい方向に導いてくれる仏様になるかもしれないっていう言葉なんじゃないかなというふうに私は受け取っているんですね。実はジェシーさんはこの曲の少し後、2019年に大麻を所持していたことで逮捕されてしまうんですけれども、法廷の様子なんかは非常に誠実で、自分が迷惑をかけてしまったファンやスタッフや家族っていうものに対して本当に反省して、その後ご自身でまた個人名義でのアルバムを出したりとか楽曲制作をするようになっていって、なんとかそういう過去の過ちというものをきっかけにまた自分は正しい方向に歩んでいこうという姿勢を見せてくれている方なんですね。そういうふうに言葉と行動も結びついているなという面も含めて、すごくいい言葉だなというふうに思って今回ご紹介をさせていただきました。実はこれお話ししている途中で、あれこれ前回とお話の内容ちょっと同じなんじゃないかなって一瞬思ったんですけれども、一つのこと、似ていることもいろいろな角度から見ていくことができるっていうのが仏教の魅力だったりするので、例えば前回のような内容だとちょっと共感できなかったけれども、今回だったらちょっとわかるなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そうなればいいなというふうに思っております。ということで本日はガキレンジャーでワンフィーチャリングシュガーソウル&ジェシーから、あと何年経てば消えるの、消えないから大切に見えるよう、忘れたいけどできないなら覚えておくこと、進めるよブラザーという言葉をご紹介させていただきました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。